はいどうも、キープオンリーワンラブ FK です。お久しぶりです。髪バッサリ切りました。まあちょっと前までこの辺、前髪がもうこの辺まで来てたかな。でも本当に襟足とかも、この辺、肩にかかる勢いだったんですけど、そんな髪型で実家に帰ったら、貴様なんだその髪型と、両親に言われまして髪切りました。はい、バッサリっす。バッサリ来ました。まあ、そのせいで、こっちに戻ってきて、最初にバイトに行ったときに、お前誰だって言われましたね。はい。私だと認識されなかったです。まあ、そんなことはいいんですけど、まあ、はい。まあ、ちょっと夏休み中、実家に帰っている間に、動画を撮れなくて、本当にすいませんでした。撮ってる余裕がありませんでしたね。はい。というわけでですね、はい。まあ、今こちらに戻ってきて、一発目の動画は、この辺をやるって言ったんですけど、この辺の前にこいつをやります。ピースアロマロイヤルやります。パッケージはこんな感じ。ピースライトを長くしたような感じで、ここにアロマロイヤルって書いてますね。で、上のところにスーパーキングサイズってやります。はい、すみません、ちょっとピースライトのパッケージ持ってくる必要なかった。ピースライトのパッケージとちょっと比較してみましょう。色合い的にはほぼ同じですね。まあ、違いといえば長さと、あとこれですね、ここのアロマロイヤルの文字ですね。では中身を見てみましょう。はい、こんな感じです。白いフィルターに白い巻き紙で、ここに、ピースのマークが入っていて、青の二重線、その下にアロマロイヤルって書いてます。匂い、すごい上品な甘い香りがしますね。なんか、私の知り合いの人は、なんていうか、ヨーグルトみたいな匂いがするっては言ってましたが、はい。巻きは、普通、フィルター固めです。では、吸ってみましょう。タールは 10mg、ニコチンは、1.0mg、 20本入りで500円ですね。ちょっと高い。煙の量はちょっと多いかなっていう感じですね。 10mm にしては吸い応えがあるという感じです。すごい味わい深く上品な味がします。発売は9月1日ですかね。私のバイト先は9月2日に入ったんですけど、このタバコはすごいコーヒーに合うんじゃないかと私は思います。ゆっくり吸うと本当にいいタバコですね。で、ですね、灰皿、携帯灰皿とライター付きのおまけがあったんですけど、私携帯灰皿の方買ってきました。こんな感じです。ピースの色合いそのままですね。もう早くもちょっと傷ついてるんですけど、はい、いい感じの、まあ、おしゃれな携帯灰皿ですね。ここを持ってこうやってあげます。はい、ピースすごくいいタバコだと私は思います。一応同時に 6mm のアロマクラウンっていうのも販売されました。アロマクラウンもまた近いうちに吸おうかとは思うんですが、いつになることやら。
ついでに言うと、まあ、アロマロイヤルすれば私はピースシリーズコンプリートですね。はい、一応ピース全種類吸ったことがあります。一応ですね、 JT のホームページからいろいろ抜粋してみると、特選バージニア派を贅沢にブレンドし、ピースならではの芳香な香りをより一層高めた商品らしいです。原料、ブレンド、香料、加工処理、パッケージのすべてにこだわった商品とのことで、甘みのある香り、コクと旨味を多く含むバージニア派の中でも特に味、香りの強いタバコ派である特選バージニア派を贅沢にブレンドしていて、専任ブレンダーが厳選しブレンドすることで素材の良さを最大限に生かしましたとのことです。バージニア派本来の香りを引き立たせる厳選された香料を使用し、また加工処理としてタバコの刻みを瞬間加熱することで雑味を取り除き、確かに雑味はないです。香料をより引き立たせる新トリミング製法を採用していますと。これらのこだわりによりピースらしいしっかりとした吸い応えとコクのある旨味、また華やかで気品のある香りのたちをより一層楽しみいただける商品に仕上げていますということです。まあ、スーパーキングサイズ、まああれですね、いわゆる 100S ってやつですね。ピースだと、アロマロイヤル、アロマクラウンの他に、ピースのインフィニティがそうですね。ただまあインフィニティはピースというかキャスターとピースのハーフというかピースらしくないですね、あれはね。はい、インフィニティ愛の方は申し訳ないですけど、ま、確かにいいタバコといえばいいタバコなんですけど、ピースを名乗ってほしくないというか、ま、別にインフィニティが嫌いなわけではないんですけど、なんかピースじゃないなっていう感じです。ピース、あれはピース独特のその甘い香りとかが全部死んでるのはありますね。まああれ D スペックですしね。それに比べてこれすごいいいです。はい、まあ、ピース嫌いっていう方もね、ぜひ一度試していただけたらありがたいんですが、はい、実家に帰った時にですね、ピースのライトを友達に吸わせたっていうか1本あげたんですけど、まずいって言ってましたね。はい、ピースすごい好き嫌い分かれるタバコだと私は思います。ついでに私は今普段はピースのライト吸ってます。前から見てくださってる方はもし分かると思いますけど、前、以前10月11月頃ですかね、あの頃は私ピースライト吸ってました。すごくいいタバコです、ピースライ、ピースシリーズ。はい、日本が世界に誇るタバコですね、本当に。正直、こんなに甘いなんていうんですか、カフェオレみたいなのよりも、コーヒーの方が合いますね。まあ、コーヒーと一緒に吸うことで、ピース本来の甘さが際立つんですけど、これはなんかより一層際立つっていう印象を持ちました。まあ、昨日バイトの休憩中に買って、コーヒー飲みながら吸ってたんですけど、すごいいいですね。では、そろそろ消します。はい、ということで、久々のタバコ動画でした。次回はこの辺をやりたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね。